く分かると思いますけど、ここの前だけ黒いですよね。後ろから、ここからはね、ちゃんと茶色いんですけど、このお腹のところだけこうやって、はい、黒いと思いますけどね。これね、実は保護色になってるんですよ。この子たちね、木の上に上がると、あの下からの動物にね、こうあの見えないようにっていう、牛からだけ黒いんですけれども、いや、黒ってなんで保護色なんだろう。私、絶対木の上に登っても黒なんて目立つと思ってたんですよね。なんですけどね、実際、垂直なところでも、そのまま真下見て降りてくる。ね、それぐらいね、爪はすごく鋭いですね。大体ね、あの真夏っていうか夏でもね、丸山動物園では25度以上になりましたらね、あの20度のエアコンの入ったね、室内の方で収容しています、ね、やっぱり暑さでインパクトしますね、命にも関わることですね。で今日はね、まあ、あの涼しいところ、寒いところがね、あの大丈夫な動物なんでね、今日はあの4時ぐらいまで出てますけれども、ただ今なんかね、微妙に雨がしょぼ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 降ってきてますんで、この雨強くなるようでしたらね、あのさすがに中に入れますけども、雨がね、このぐらいでしたらね、雨ね、ちょっとぐらいだったら吹きの下とかにもこの子たち隠れますので、大体ね、3時半からね、4時ぐらいの間にね、あのお家の中に入りますけど、それまで外にいますんでね、皆さん、レッサーパンダの所長ので、中にいることで、ね、外にいることで、ね、違いとか見ていただけたらと思います。何ぐる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 回ってるの。でね、結局私がここで喋ってこうやって物持ってるんですよね。いるとずっとね、物もらえるんだと思っちゃってるんですよ。この子たちにとって飼育員って何かって聞こえてますので、ね、こうやって催促したら戻ってる、ね。あんまりやりすぎるとね、ちょっと痛いというかね、太っちゃったりもするんでね、ある程度は必要はいるんですけどね。こうやって体振りますよね。これこうやってもね、落ちないぐらいに爪でグッと引っ掛けてるんですね。だからね、みんな可愛いって言うけど、これ結構私必死で痛い痛い。よくせつ、ほら、ここがないよさ。なのでね、あのこの子にね、あのこれ以上頭まで登られたら、ね、私信じない。私中の方に信じない。いやいや、もう信じない。あ、そんないで、そんないから動物園。ゆっくりご覧になっていただきたいと思います。気をつけ、はい、あ、動くなよ。いやいや、動かないんだ、動かない。じゃあ失礼いたします。あの20度のエアコンの入ったね、室内の方で収容しています、ね、やっぱり暑さでインパクトしますね、命にも関わることですね。で今日はね、まあ、涼しいところ、寒いところがね、あの大丈夫な動物なんでね、今日は4時ぐらいまで出てますけれども、ただ今なんかね、微妙に雨がしょぼ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 降ってきてますんで、この雨強くないようにっていう、牛からだけ黒いんですけれども、いや、黒ってなんで保護色なんだろう。私絶対木の上に登っても黒なんて目立つと思ってたんですよね。なんですけどね、実際垂直なところでもそのまま真下見て降りてくる、ね、それぐらいね、爪はすごく鋭いですね。大体ね、真夏っていうか夏でもね、丸山動物園回ってる。でね、結局私がここで喋ってこうやって物持ってるんですよね。いるとずっとね、物もらえるんだと思っちゃってるんですよ。この子たちにとって飼育員って何かって聞こえてますので、ね、こうやって催促したら戻ってるんですね。あんまりやりすぎるとね、ちょっと痛いというかね、太っちゃったりもするんでね、ある程度は必要はいるんですけどね。よく分かると思いますけど、ここの前だけ黒いですよね。後ろから、ここからはね、ちゃんと茶色いんですけど、このお腹のところだけこうやって、はい、黒いと思いますけどね。これね、実は保護色になってるんですよ。この子たちね、木の上に上がると、あの下からの動物にね、こう見えなるようでしたらね、さすがに中に入れますけども、雨がね、このぐらいでしたらね、雨ね、ちょっとぐらいだったら、吹きの下とかにもこの子たち隠れますので、大体ね、3時半からね、4時ぐらいの間にね、お家の中に入りますけど、それまで外にいますんでね、皆さん、レッサーパンダの所長ので、中にいることで、ね、外にいることで、ね、違いとか見ていただけたらと思います。何ぐるぐるぐる